この時間もキューブシをご覧いただきまして、本当にありがとうございます。ナビゲーターの石川さゆりです。どうぞよろしくお願いします。あの、例えば、お寺さん。はい。行った時とか、畳に座る場合もありますよね。そんな時は、これ振り放しですから。まだ、どうしてもね、うう和式の部分が多いと思うんですけれども。わかりますここ。<laughs> ここね。こんな感じで。で見えにくいですよね。座っていただいた時に。<う>このジャケットの部分と言おうかな。<う>しっかりと。 お腹足先を隠してくれるし<う>なおかつおなかりも隠してくれてくるちなみにるヒップ周りも隠してくれます。 ちょっと行儀悪いんですけどね。<laughs> でもずっとちょっと足しびれちゃうとかあんまりおみやしがねあの加減がよろしくないっていう時もう、ねうん、これ便利なんですよ。正座の苦手な方ですか、ね。そね。だって出てくるじゃないですか。足だんだんちょっとね <laughs> ちょっとちょっとっそうなんですね。ちょうどねあの足先が<う>あの後ろに座られている方の目の前に行ってしまいますけれども、ね、このロングがあることによって、うん、つま先をしっかりとカバーしてくれますし。 お腹周まわりヒップまわりも優しくカバーしてくれますのできれいな座り姿勢も保っていただくことが楽,です自自は楽だし涼しいしね、はい、で菊田さんみたいなお席なんていうときにはこうやって座っていただくと、はい、こんな感じですいでょちょうど座ったときに足先が見えるところだと思いますけれども、ね、この。 ロングジャケット風の羽織があることによって足先もしっかりと隠してくれますしいいす、ね、冷房なんかでねちょっと足先が冷たくなったときにもひ、ねね、膝掛け代わりに使っていただくことができます実は, <laughs> 実は足崩してます <laughs> あの本当に行儀悪いって申し訳ないですけどでもやっぱりお膝の具合がよくないとかそうですちゃあとあの製材用の、ね、と枕とかねお寺さんによってはちょっと高い温室がご用意になっているところもあると思うんですけれども。う ちょっとやっていただいてもバレませんので、ね、その時にも横から見た時のお腹のぽっこりも優しく隠してくれると思いますさあ、えー、グレーがですね今9号13号21号もここで残りがわずかです17号19号はウェイトリス皆様おはようございます今日も QVC をご利用くださいましてどうもありがとうございますショッピングナビゲーターの朝倉美穂と申しますで、あとはですねあ、うん、あのまあ、座布団のシーンとかもね、はい、あごめんなさいねまだまだあの日本の中では このようにね畳お靴を脱いで畳に座るシーンって多いと思うんですけれども、はい、そういう時にもこのロングのジャケットというかね、はいま、羽織があることによっていい仕事をしてくれるという、はい、やっぱりちょっと膝が気になるかなっていう。という時にあのこうやってちょっと隠すとできますね。はい、であととはちょっとお尻向けまますすねすいません、はい 正座をした時ですけれどもちょうど正座をするとか,かかととか足先が後ろに座られた方の目の前に行ってしまって靴を脱いだ瞬間にねあっ電線してたなんていう経験が、ねはい、ある方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますけども、はいうん、これだと、はい、これですとふわっとこのようにジャケットをかけていただくことによって、はい、足先足裏も隠してくれますし。はいうん あのお辞儀をした時にもきれいな姿勢でお辞儀をしていただくことができますしあだからあのジャケットとワンピースの組み合わせとかも今すごくね SR で,、ね、でも人気なんですけど、はい、これはもうもはり真夏用の一体化していますので、はい、夏はねやはり1枚でも少ない方が涼しいじゃないですか、はい、そ,うですそう思います本当にアンサンブルに見えますけれどもこれはもう間違いなくトリックのワンピースになってございますのでそれでもしっかりとジャケットの役目もしてくれますので。 で座っていただいてそうしますとお足の先つま先も隠してくれるし気になるお腹周りお尻のところとかね足先かかともちょっとね見えてしまってどうしようかなと思われるこのようにかけてふわっとこう隠すわけではないんですけれどもね無理して隠しているわけではないんですけれどもでですすねそう和室の場合なんですけれどもねまだまだお靴を脱ぐ席っていうのがあると思いますけれども。はいい ちょっとちゃんとした座り方いですりは。はい、はい。でもこれね、あの。まあ、ここ膝、特にね、あの、まだまだやっぱり。あの椅子じゃない時とかもね、ねあると思うんですけれども。で、特にあの正座した時っていうのは、この辺に生地持ってかれるので、結構ぐわっとこう出てしまったりとか、ね <laughs> ど。どうしてもしょうがない。ことなんですけれども、ねね。でも、あの、こういうことも。<laughs> はい。 でもこのロング丈のものですと、はい、座っていただいた時には気になるのが、はい、足先とかかかとの部分がちょうど後ろの方の目の前に行ってしまいますので、はい、そうしますとこちらの方のジャケットが優しくこの気になる。いい つま先やかかとをカバーしてくれる。ヘビーの方、七号と十一号は半数以下になってますあ。ありがとうございます。なので、あの、なんでしょうか。あの、女性がちょっと気になるところも、割とロングジャケットがあると。皆様、こんにちは。十一時のお時間になりました。QVC 生放送でお届けしております。ナビゲーターの森美奈です。どうぞよろしくお願いいたします。うん、上がるシーンというのが多いと思いますけれども。はい、この。 最近はこのロングジャケットとても人気をいただいているんですけれども、はい、いい仕事をしてくれるのはこのロングジャケットだからこそなんですけども今回はワンピースがこのようなトッパー風のジャケットがついていることによって、はい、座るとどうしても足裏いいいい足先がね<え>あの後ろに座ってる方の目の前に行ってしまいますよね。それをここのよようにに座っってていただくことによって 足先もこうなっちゃうんですよ。あとつま先が伝染してたり、あの。ちゃんとしたのはいたつもりなんだけどもね。あったりとか、人のガサガサだなとか、あの後ろの方から見えるんですよね。結構後ろの方もね、気にしながら。はい。カバーができるんですよ。そうすると。これはまあ、あの。ね、こう、置物と一緒ですよね。そうですね。はい。そうすると、あの例えば、お辞儀をしたシーンなんかでも、とても綺麗な所作で、していただくことができると思います。なるほどね。はい。 これね、なるほどね。どうしてもお尻がね <laughs> 気になりますよね。この辺の、はい、はいはい、はい、れもう本当にスーッとこのように美しい所作を。 もちろんこちらもこのジャケット部分が気になるお腹周り、えー、お尻周りそして足先までもカバーしてくれますので,、えー、で夏ですと寒い冷房でちょっと寒いなという時、はい、足先が冷たい時にも膝掛、えー、け代わりにこのジャケットを、えー、このようにねお靴を脱ぐシーンが多いと思うんですけれども、えー、正座が苦手の方もいらっしゃると思いますけれどもね。はいあのー 正座枕なんかもお持ちの方もいらっしゃると思うんですけれども、えー、その上に座ったとしても、うんはい、このロングジャケットがふわっとかけることによってう、ね、うどうしても座った時に気になるのが、えー、つま先と足裏だと思うんです。 ワンピースで座るととこんな感じだ電線が入っているのとかあのすごく見ますよね <laughs> <の>前にお座りの方の足ってはい黒だから余計に電線が目立ってしまうんですけれどもこ,うううこのようにすっとかけていただくことによって足先もかかとも隠していただくことができますしなおから横から見ていただくと気になるお腹の部分も隠してくれますしごあいさつそうですねこういうふうに横から見て、はい、座っただけでトが 出てきますしまあそこでご挨拶をした時にも綺麗な所作でお辞儀をしていただくことができます、ええ、ご挨拶をされた時もそうですよね、はい、ワンピースだとねその時にちょっとヒップラインがね,ううね気になるところだと思うんですけどこ考えられて作られてるっていうのがわかるんですよこう隠しながらここ深いんですよねブラックフォーマルって皆さん <laughs>、ね、いろんな所作があるんですよね、うんうん、本当に、ね、とりあえず適当に買うとねやっぱりね 失敗したってね,意<外>にね。 この時間も QVC をご覧いただきましてありがとうございます。ナビゲーターのホストマリエです。しかも洗濯機で洗えますからね。はい、で、そしてこのお寺さん中んでもね、やっぱりこういうお座敷でっていうシーンもあると思うんですけれども、そういった時にもやっぱりこう気になるのが後ろ向いた方がいいですかね。うん、あの、はい、そうですね。えっ、ー、とお目足が悪い方とかね、えー、あの長時間お座りになっているとどうしても足がね、足がはい痺れますし、えー、まああの大切な方を最後にお目送りす する際にねやっぱり気持ちがこう乱れるとあまりよろしくないのでやっぱりあの楽にとされるとよろしいと思うんですねそういった際にちょっと足をお目安を崩しになった時もそういうふうに見えづらいですよねそう崩したとしても足をこういうふうにちょっと崩したとしてもこれで隠れるね、見えにくいし恥ずかしくないですねペテキュアを取り忘れたとかはいあの それからストッキングがちょっと、沿線しちゃってたりとか。うんはい、ありますよね。ハプリンってあるじゃないですか。ね、はい、隠すか、隠さないベッドにして。そういった時って困りますよね。ええ、困りますよね。はい、もう急いで買い替えるわけにもいかないし。うん、そ,ういったそういう場合に、そういうふうにね。ええ、あのー。 上からこうさっと被せられると隠せるっていうことができるっていうことを覚えておくと、うんはい、この商品のあのいいところじゃないかなと思いますそうですよね、はい、あの恥ずかしくないですし三百六十度本当にきれいに見えるんですよねいろんなとこ,こう隠しつつよくお電話いただきましてねお,お,お褒めいただくんですよ <A>、はい、膝のところなんかもクっと入れていただいても、はい、膝がなんていう方にもこういうふうに隠していただくこともできますしねはい、はい 一万三千九百五。13, 時間も QVC をご覧いただきましてありがとうございます。ショッピングナビゲーターの小林彩香と申します。どうぞよろしくお願いいたします。はい。ね。たの芯もまだまだ多いので。はい。はい。ね。で、あの畳ですと、えー、やっぱりこれもまた気になるのが、はい、膝や足なんですけれども、はい、まずこうやっぱり最初はお腹ポコポコっとしていたところの隠れ具合ご覧いただきたいと思うんですけれども。はいはいえー も気にならなくなります。やっぱりあのお辞儀したりなったりすることが多いと。やっぱり前の,あのお客様のお尻とか足とか。まあちょっと気になっちゃったりするじゃないですか。そうですよね。はい。あのなんならですよ。なんなら足がちょっとしびれたなどうしよう。そうですよ。あと右足の丸い方とかね、はい。ちょっと今足崩してます。はい、でも。 これね崩してますけど隠せてしまいますそうですそうですあいたたたっていう時にはこのようにあの隠したい足をですね隠していただくこともできてしまいますそのまま後ろに向かせていただきますとこのような形で通常ですとまあ足が出ているで緊張していてあストッキング破れちゃってたのに電線しちゃってたのにあとペティキュアとかねはい取り忘れたりしたことをふっと気づいたりするとただこういう時にもうマントのようにさ まあスルーしないは別途にしてこういうあのお召しになり方があるっていうことが分かってると 何かの際に有事の際に安心しますよね。いやそうですね。はい、でまたあの身長の高い方膝が出てしまうわっていう時も同じような形でお膝の部分に今度こうすっ、はい、と重ねていただいて、はいはい、隠していただくこともできます。はい、そうですね。あのなので別布をねあの、うん、そういった時用にお持ちになられてストールとかブラックのストールをお持ちになられている方もいらっしゃると思うんですが、はい、今回もうこのようなワンピース姿で全て叶ってしまいます。うん、そして東京ソワールさんのブランドで。 あのちょっと汚れたりしたらご自宅でマシンウォッシュもしていただけて洗濯機で洗っていただけて一万三千九九百十八。あのスカート上がってしまうじゃないですかね,そうですね脇があの詰まってこう引っ張られちゃうんですね。えー、ねまあそいでもワンサイズアップ<ー>はい お召しになる方がいい、うん、そういう意味でもいいんじゃないかなとま迷われても今日だったらこのお値段なんですそして返品も可能なんですが明日になっちゃうとご用意数があったとしてもお値段大きく変わってしまいます、はい、さあ、グリーンの際も全部半数以下残りわずかに向かっています、はい、さあ、そしてお座敷のシーンですねお食をなどなさる時にも、うんうん、これは嬉しいんですよここでもやっぱり、はい、うっ苦しいっていう <laughs> 力入れてるのもね,ね <laughs> やっぱりずっと続かないですからねやっぱりこの辺気になります ですよね。でも、あの、皆さん、周りの方の視線気にせずに、あと、ゆったりと。このようにカバーをしていただくことができます。あと、足の裏が隠れるっていうのがね、皆さん、あの、喜んでいただきますね。そうなんですおみやしが悪い方って、やっぱり、こう、きちんと正座するのがね、どうしても無理なので。お膝を崩すのって、失礼かなというふうに、皆さんおっしゃる。ことが多いんです。そういうことですよね。そうです。そうです。でも、こういうふうに、ちょっと。でも、隠せると、あまり気にせずにね。 わからないですね。はい、やっぱお楽にしていただくっていうのはとても大切なことですから、はい、そうなんですだからあの別布で、ね、腰に巻いてっていうこともしなくて大丈夫。はい、であとはまたやっぱりあのちょっとね身長によっては前のひざがもし出て、うん、私はちょっと隠れるんですけれども、うんうん、もしこう出てしまいますという竹缶の方でしても。 このジャケットの先をこのようにてて。まあ、はい、その際はお尻にこう中に入れてもらっ、敷いてもらった方が前の生地が出てきますから、お膝は隠しやすいと思いますね。本当だ。お椅子の時とちょっとまた違うんですね。はいはい、このようにお膝を。気にされる場合はそういう,ようなお飯の仕方がよろしいかと思います。隠していただけて、お腹周りも隠れて、はい、楽で、あと、はい、腕はここ振り話になってますので動かしやすいですし、涼やかで。はい 長くお召し頂きやすいデザイン。このお時間の QVC をご覧いただきましてありがとうございます。ショッピングナビゲーター小林彩香と申します。してくれます。そしてお椅子だけではないと思います。はい、お証拠などねお座敷の時もあると思うんですが、そうですよね。まだたくさんこういった、はい、あのお座敷に上がることも多いかと思うんですけど、この時もやっぱりどうですかやっぱりあの正座とかお腹もあり苦しいなきついなでもパツンパツンっていう時にもね。うんうんうん ないとこの辺が全部あらわになってしまいますが薄手だからまたいいんでですすよねねそう自然にねふわっとエレガントに隠してくれるのでそしてあと正座の時はやはりもう今の時点で私自分の足元見るの嫌ですけれどもどうしても並ぶとそこに目がいってしまうんでここにちょっとこう足ががさがさしてたりあとはペテキュアをね取り忘れてたりとか。 伝説がちょっとガサガサでできちゃってたとか、ぶり丈感ありますので、はいはい、どうですか白姿は綺麗 <laughs> に綺麗、はい、ですか全くはい<の>わかりません、ね。なんならこう,、ね、こう足がいててててあちょっと崩したいなっていう時もあとおみやしの悪い方とかね、そうですね。はい、でも崩しててもどうですかわかります。 わかりませんこれちょっとねこういうこともして頂こうと思いますおじぎをされることって多いじゃないですかあのおじぎされたときにやっぱり普通丈のあの短い丈のものだとお尻がこう出てきちゃうんですけれどあのこれだけ長いと結構あの所作もエレガントに上品にねあの見えると思いますねはい。いやまさに万能な一枚のこの布があることによってびんとした 立つまいと所作もきれいに見せてくれて、すね、体型もスッキリと見せてくれます。よくお褒めいただくんですよ、お客様からお電話いただきましてね。<っ>はい。QVC をご覧いただきありがとうございます。ナビゲーターの橋江恵子です。あの靴を脱ぐシーンっていうのも多いと思うんですけれども、はい、でちょっとまず正面に座りますね。はい、で正面にこう座っていただいたときに、やっぱりここ何もないとここがボヨッとなって <laughs> 見えてしまうところをさっと隠して。 いただくとまあ、正面からも美しいですし、はい、あとは後ろです。 あの一番気になるところは足のつま先の部分と足の裏の部分だと思うんですけれども私が電線とかピーとかしてると <laughs> もうこうやってね <laughs> やってるのもちょっと、ね、そ,うそうなんですね靴抜いて初めて気がついたっていう時もあると思うんですけれどもうこれどうしても足裏が後ろに座られてる方の目の真ん前に来てしまいますので、えー、ずっと気にして座ってくださいてくださいすごい隠し方ですよ決、はい、して隠してるっていう風ではないんですけれども、えー、エレガントに座っていただくだけで足先を隠してくれます ちょっと冷房で足先が冷えたななんていうときにはねこのようにか膝かけ代わりにそこうからもこうやって、はい、美しいこうしてここをこう隠していただいてもちろん座ったときに気になるおなかりもこのジャケットが隠してくれますしそこでおじぎをした際にも気になるヒップラインも。 はい、同じヒップが私は気になるのですごいカバー正座した時にはどうしてもヒップラインって気になるとこと,、ねね、ところだ思う、ね、正座じゃなくて崩したいなって今、崩しているのをお分かりいただけないと思うんですが実は思いっきりちょっとこっちらに <laughs> <laughs> 崩して、はいね、立ったらちょっと足がしれちゃったとっいうことがないように、ねはい、ちょっととと崩したいなといなう時とか、ねね、でもこうやって隠していただけて、はい。 うわこれはあ星座が苦手な方はね<も>あのちょうど星座用の座布団とかね引かれる方もいらっしゃるかもしれませんがンが出てきたお寺さんとかでご自宅でねちょっとこう法事とかある場合にもこのままちょっとまっすぐまた座ります座ってこの状態で膝が見えるなっていう方もさっとこうやって膝まで隠れるのも いいですよね上にいちいちまたなんかかけたら暑、ね、いですし、ね、そ,うそうですね膝かけ忘れてしまったなんていう時にもねこのような形でお膝元を隠していただくことができます、はい、そしてもうちょっと後ろのごめんなさいあの足の裏をお正座というとやはりね気になるところがこの足裏だと思うんですけれども、ねね、このまま座っているとここの足が後ろの,、ね、後ろのビステスとこのような形だと思うんですけれども、えーね、そうするとやはり ヒップのラインと、はい、ここもちろん足先の部分が<足>見えるほ後ろに座った方の目の前に来るわけなんですけどもこれこうしていただくと、はい、見てください気になる足先も気になる足裏そしてお尻周りのシルエットも全体的なシルエットもカバーできますもんねそうなんですねおじぎ、はい、するときにヒップのラインって気になるところなんですけども、ね、この。 ジャケットがこのだジャケットがあるかないかで、で通常ジャケット別売りだったりするかワンピースとこういう形だと思うんですけど、ね、別別の品だと思うんですが、もうこれはトリックワンピースということでここでもうくっついてるので、はい、肩の部分で、はい、さっと一枚着ていただくだけで、でこうねちょっと疲れた時には足を少し崩していただいてもカバーが涼しやすいかなと思います。はい、こうして、ね、見えにくくなってくる。ねえ、ちょっと足はもうちょっと隠しましょうか。隠していただ。